レモン4系統の樹上完熟果実の品質及び果皮のリモニンと冬瓜優良。樹上完熟菊池レモンの魅力を探るについて、東京都当初農林水産総合センター八条事業所園芸振興担当の菊池智子がご報告いたします。まず、樹上完熟菊池レモンについて説明します。昭和15年に八丈島の農家だった菊池雄二さんがテニアン島から持ち帰った苗が菊池レモンの始まりです。その後、八丈島では未熟な緑色果実のうちに収穫し、グリーンレモンとして自家消費したり、ご近所に配ったりしていました。八丈事業所園芸振興担当で、平成22年度から菊池レモンの試験研究を開始し、樹上で完熟させた菊池レモンの果肉は酸味が穏やかになり、果皮は苦味がなくなり、ほのかに甘みを帯びることが食味調査で分かりました。その後、試験研究を積み重ね、果実品質を確定させ、現在ではある一定の灌水管理を行って栽培し、樹上で完熟させた菊池レモンを八丈フルーツレモンのブランド名で呼んでいます。次に、今回の試験の目的を説明します。樹上完熟菊池レモン、つまり八丈フルーツレモンの果実を作るときと同じ栽培方法で、木を栽培管理し、樹上で完熟させれば、他のレモンの系統も同じような果実品質になるのか、果皮の苦味がなくなり、ほのかに甘みを帯びるようになるのか、について確認しました。今回は、ご覧の4系統を教師しました。4系統のレモンの家系は、菊池レモンが超球形、金煙のマイヤーは球形、リスボンとユーレカは防水系でした。ここで、それぞれのレモンの特徴を簡単に説明します。菊池レモンはマイヤーの1系統です。マイヤーはオレンジとレモンの自然交雑種で、中国原産、主にニュージーランドで栽培され、酸味が少なく、香りは穏やかです。リスボンはポルトガル原産、主にカリフォルニアで栽培され、果汁が多く、酸味が強いです。ユーレカは、イタリア、地中海沿岸原産、主にカリフォルニアで栽培され、世界中で最も多く栽培、消費されている、日本でもおなじみのレモンです。果肉が柔らかく、ジューシーで、香気が良好です。4系統のレモンの果皮色は、菊池レモンとマイヤーは仙桃黄で、いわゆる山吹色、リスボンとユーレカは明緑黄で、いわゆる黄色でした。次に果実品質です。一果汁は4系統間で有意な差はありませんでした。菊池レモンの果皮はマイヤーより硬かったものの、リスボンやユーレカに比べ優位に柔らかく、マイヤーと同様に薄かったです。
果汁の糖度は、菊池レモンがリスボンに比べ一度低かったです。果汁の pH は4系統間で差はありませんでした。菊池レモンの果汁量は他のレモンに比べ優位に多く、果汁歩合はマイヤーと同様にリスボン・ユーレカに比べ高いことが分かりました。次に苦味成分である果皮のリモニンについてです。菊池レモンおよびマイヤーからは検出されず、リスボンおよびユーレカからはリモノイドの苦味を感じる範囲といわれる7から12ミリグラムパー100グラムをはるかに超える25ミリグラムパー100グラムが検出されました。果皮の3種類の糖含有量は、菊池レモン、マイヤーの順に多く、ユーレカに比べ果皮100グラム中約1グラム多く、その由来はフルクトースの含有量の違いでした。果汁の糖度は果汁量が多い分、菊池レモンは低い値になっていましたが、果皮の糖含有量は菊池レモンが4系統の中で一番高いことが分かりました。試験の結果をまとめると、他のレモンの系統を八丈フルーツレモンと呼ばれる状態の樹状完熟菊池レモンと同じ栽培方法で樹状で完熟にさせても、その果実品質や果皮の性質は異なることが明らかとなりました。リスボンやユーレカはコリコリした果皮が厚く、果汁歩合が低く、果皮の苦味成分は残っていることが分かりました。また、禁煙のマイヤーは、果皮の苦味成分は消失していましたが、糖含有量が菊池レモンより低いことが分かりました。つまり、樹状完熟菊池レモンこと八丈フルーツレモンは、他のレモンの系統では作り出せない、果皮が柔らかく、果汁が多く、果皮に苦味がなく、糖含有量が多い特徴があることが分かりました。この結果は、八丈島レモン生産出荷組合や JA 八丈島女性部の活動支援に活用します。また、この特徴を安定させるための栽培技術の開発を今後も続けます。以上で発表を終わります。ご清聴ありがとうございました。